あらみさん、こんばんは。おしょうでございます。でもそれやっていきましょう。さて、もう残すステージっていうか、まあ通常ステージみたいなところってあとここしかないんだよね。腐れ谷の鬼だ。腐れ谷の鬼だ。ついに来ちゃった。うわー、なんかずっと行きたくなって先延ばししてたけど、ついにここをクリアするしかなくなったわ。うわー、来ちゃった。ついに腐れ谷の鬼だ。デモンズソウルっていうか、ソウルシリーズのさ、沼系ステージで多分俺一番嫌い。てか一番嫌いな人多いんじゃない？ここを経験してしまうと闇村が可愛く見えるよ。あとはなんだっけ、ファランの城塞？ファランの城塞なんか、なんか大したことねえじゃん。ファランの城塞ってこれだったら。これに比べりゃ。あー、ついに来るのか、谷に。まあでもしょうがない。ここを突破しないとなんともなんないからね。まあ幸いここは、ボスは弱いから。うん、ボスは弱いから、ここは。でただね、ちょっとここはね、1個獲得しておきたい武器があるので、それだけはちょっと手に入れておこう。あと NPC イベントってできないよね、多分。あ、あとあれだ、ちょっとお気に入りの鎧があったりするはずだから、その鎧もゲットしに行こう。はい、見てこれ、この真下すべてがステージ。めちゃめちゃ広いでしょ。そう、ここ一本道じゃないんですよ。すげえ迷いやすいのよ。で、しかもその上でこれ下毒沼なのよ。毒沼だから使い続けてると毒になるんだけど、それだけに飽きてらず、いて、まあそれだけに飽きたらず、この沼で足が取られてローリングができないのよ。はい、そう、ローリングができないっていうのが何より辛くて、だからね、回避行動がほぼ取れないと見ていいね。うん、だから難しいんですよ。オッケー、貴族のロード、そうだ。これ重要だね。毒。すぐに毒を回復できるようにしておかないと。はいはいはい、来ました。はいはい、来ました。はいはい、来ました。はい、地獄。はいはい、地獄が始まった。はい、地獄が始まりましたよ、と。ああ。まあ、幸い、再生者の指輪つけてるから、なんとで、ちょっと、マシっちゃマシだけど。あ、そうだ。忘れないうちに1切りつけておかないと。これで少しはマシになるでしょう。はい。まあ、ここはね、一応聖職者にゆかりの地ですから、まあ、神殿騎士としてね、まあ、ゆかりあると言っても過言ではない。一応俺も聖職者の端くれみたいなもんでしょ。はぁ、来た。ほらね、これ足を取られてローリングできないのよ。これがきついんですよ。これほら、うん、これ回避行動できないからね。だからここに敵に追い詰められてね、回避行動もできないままなタコ殴りされるっていうね、そういう未来が見える。そうか、ここにも再生産の指あったか。まあ、つけろって話だよね。これつけて少しはマシにでいけよって話だよ。要するに、そういうことだろ。この子にあったっけ、再生産の指は。舐めたことしやがって。ああ、ミルドハンマーここだったっけ。ミルドハンマー。おー、そのまんまや。おー、そのまんまだ、そのまんまだ。ミルドハンマー。そう。これ。神殿騎士は最初ハルバードを持ってたと思うんだけど、本当だったらこのミルドハンマー、どこだっけ、これほら、ミルドとは今は塔に失われた最初の神殿があった地の名前であり、神職の間ではこの武器は特別な意味を持つ。まあ要するにこれが一応ハルバードじゃなくて、こっちを本来は持ってるべきだと思うんだけど、まあなぜか最初の素性で選ぶ聖職者じゃねえや、神殿騎士はハルバードを持ってると。本当だったらミルドハンマー持たせてくれって話だよね。一応ほれ、初期防具もミルド一式だったしね。で、そういえば、龍骨砕き。ちょっと待って。これ、龍骨砕きを持ってきたままだった。こいつは袋に入れておかないと。さすがに重すぎるわ。で、そんなアイテム整理かなんかやってたせいで、若干ちょっと体力が持ってかれてる。あー、出た、これ何なんだろう、これクラゲ、これクニダリア、トゲクニダリア、こいつ何なんだろう。あ、結構ダメージえぐいな。毎回ね、こいつが何なのかがよく分かんない、このトゲクニダリア。まあこいつは無視でいいんだけどね、正直。で、あんまり毒沼に使ってたくないので、こういうまあところどころに残ってる足場かなんかを伝っていかなきゃいけないと。まあ、逆に毒状態の時にこうある程度毒の間に使っておいて、アイテムをそのまま回収しちゃうという手も使えなくもないのかな。
よくわかんないけど、デモンズソウルの毒の使用がよくわかってないんだよね。なんて言ったって今どれだけ蓄積してるかっていうゲージが表示されてないから今なんかダクソとかだったりすると表示されるけど、デモンズは表示されないんだよね。状態異常の蓄積がどのぐらいあるか。あ、ポイズンになりました。はい、このクニダリアでクラゲの池作り作りつつ行った方がいいよね絶対。ちょっと待って、出た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 、あそこに赤い影見えるでしょ。あいつあいつ出た出た、あいつそっかやるか。あいつ個人的に何だろう、 NPC って敵対的 NPC の中では割と強い方だと思う。あ、サイズだ。正直ここで今武器見てる場合じゃないんだよな。あー、サイズも変わんないね。そうデモンズソウルね、サイズすげえ小ぶりなんだよね。歯がダークソになってからだいぶ歯が大ぶりになった気がするけど、 NPC やるか。多分最強クラスじゃないかな。ソウル傾向が真っ黒になってる状態に出てくるクロファンを抜きにすれば多分こいつが割と最強クラスだと思う。はい、肉切り包丁女。こいつね、何がやばいって、こいつはね、ローリング普通にするのよ、毒沼の中で。一体何をすればそんなゲートができるのか知らないけど。え、あーやべ、一切り解かれた。はい、死んだ。はい、なすすべなし。あー、俺ちょっとここか。てかさ、思ったんだけどステージすげえ明るくなったね。なんか今更だけど、こんなさ向こう側まで見渡せるような感じじゃなかったのに。そう、なんかかすかに見えるところでちょっと道をなんとか繋いでいくみたいな感じだったんだけど、そういう必要がないくらいすごいなんかはっきり分かるようになったな。まあいいや、じゃあとりあえずちょっとリベンジしますか。あ、猫の指輪来た。そう、猫指輪、落下ダメージをなくしてくれるやつだね。はい、オッケー。とりあえずバックスター決める。で、すぐに満月草。はい、まあまあまあ、これで終わりですよ。はい、ローリングさえできれば所詮貴様など恐るに足らないということで、いただいていくぜ、微鉱石の塊。まあこいつがね、一応あのこのニッキリ包丁を持ってるね、なんか NPC なんですよ。だから多分あいつも審判者を倒したんでしょう。だがしかし俺には及ばなかったね。いやー情けねえな。いやー、あいつ勘違いしちゃったかな。まぐれで勝っただけなのにね、まぐれで勝ったのを自分の実力だと勘違いしてね、俺に余裕で勝てるとまた向かってきたとね。恥ずかしいやつだぜ、まったく。あ、純粋吸い付き、オッケー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 。でも吸い付き石の発生は多分使わないよね。そうだ、ここに落ちてんだよね、純粋吸い付きとか、あと吸い付き石の塊。吸い付き関係はすごい手に入りやすいんだよね、鉱石が。うん、まあその分大して役に立たないってことなんだろうと思うけど。まあ正直あの包丁女さえなんとかしてしまえば、もうあとはもう取るに足らないやつばっかりなんで、まああのちょっとデカブツがちょっと怖いかなぐらいで、ただまああいつはそんな そこまで。でもこいつはね、ソウルの名残をまあ投げといてやればそこに引かれていくので。あれ、バクスタってこいつ入らないんだっけ。あ、バクスタ入らないんだっけこいつ。いて、くっそ。まあ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 、あ、危ない危ない危ない、まあまあまあ危ない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 危なかったぜ。うわ、ここの表現最悪だな。ここの表現きったねうわ、リアルになりすぎて気持ち悪くなってる。ここの表現最悪だな。てかここに使ってる時点でもう生きた心地しねえよ俺、逆に。これなんかそんなに今んところなんかただの沼っぽく見えてるけども、あそこ見ちゃったらもうこれ全部ね、うん、トイレの塊みたいなトイレの塊だよこれ。声ダメだよ声ダメ。こんなのここにさ何十分と使ってんだぜ。こっから先生きた心地しねえよな。いやでも慣れるもんなのかこういうのって。これで最後のアイテムかな、黒松屋に。オッケー、でかい黒松屋に6個はでかいぞ。ただ俺が欲しい武器とか鎧ってのはこの先だったっけかな、この先だっけ。ちょ
あの武器が置いてあった場所みたい、場所は覚えてるんだけど、いてこいつが一番えぐいわ。あーもう気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い、リアルになってる、リアルにならないで、そこの蚊、蚊がリアルすぎてやだ。でルートをちょっと覚えてないぞ。今俺今どうやって どこをどうやって進んでる、なんか違う気がする。俺初見の時と全然違う気がする。あ、黒松屋にありがてえ。あ、てかさっきの包丁女の時松屋に使ってもよかったね。そういえばさっきの包丁野郎。まあいや、とりあえずじゃあここからまたアイテム回収していきますか。まあもう変な敵はいないはずなんで、厄介なやつとか。でもね、何より救い、やっぱりね、救いだわ。このすごく明るくなったことによってね、見晴らしが良くなったっていうのはね、ものすごく救い。これ暗月とセットしとくか。これこれだけでもね、だいぶ今俺はね心が穏やかですよ。腐れ谷2がこんなに明るくなってくれるとは思わなかった。もう何の光か分かんないけど、この谷の隙間から差す光がね、ものすごく暖かく感じるよ俺は。足元クソ冷たいし臭いけど、リメイクされてからさ、なんか水の中をさ普通にこういう風に歩けるようになる、要は錆びたカンナーみたいな、ダークソウルでいうとこのそういうのが増えたりすんのかなって思ったんだけど、そういうのはなかったっすね、残念なことに。で、あそこに巨大腐敗人4人衆がいるので、あれはちょっと相手にしない方がいいかな。ソウルの名残でちょっとまあ名残っておいてと。ソウルそうだな、こいつがいたな。うん、こいつがいたわ。そういえばやべ、ちょっと待った、これは逃げる、危ない危ない危ない。 OK、 ここだったらローリングができるぜ、ここだったらローリングができる。かっこ撃破の極意というものを見せてやるよ。ちょっとなんかスタミナが足りない気がしてきた。あぶね、ちょっとゴリ押しがひどかった気がする。やべえ、半月草がもうなくなっちまう。50個ぐらいあったのに。やっぱえぐいな。あー出た、俺が欲しかった鎧。あ、ここだったっけ、貧金一式。あー、ここにあったんだ。あれ、ここだったっけ、こんなところにあったっけ。わー出た出た出た、俺がちょっと欲しかった鎧。これね、女性専用鎧だったんだよね、デモンズソウルのリメイク前だったりすると。とある女性女騎士が着てる鎧なんだけど、まあ貧金の鎧、通称まあ貧乳の鎧と言われていたものなんだけど、へえ、これもやっぱかっこいいな。うん、そう、この鎧がすごい好きで、あのなんだっけ、直剣とかロングソードとか北騎士の剣とかそういうのを使うときはね、この鎧にしてました。この貧金の鎧、この貧乳の鎧ね、貧乳の鎧着てたわ。まあただちょっと今回はまあちょっと初見人スタイルなので来ませんけど。いやダメだダメダメ、沼地でこいつら2体と戦うのは絶対だ、絶対ダメ、絶対勝ち目がない。うん、ちゃんとローリングができる場所とか、せめて戦うにしてもこういうとこだわ。オッケー、やっぱりね、やっぱせめて戦うにしてもこういうとこだね。ちゃんと機敏に動ける、自分のフィールド、自分の領域に引きずり込んでからだね、絶対自分のフィールドで戦う。うん、オッケー、 AT フィールド、よし。であとはあいつ1体だから、おい、オッケー。いやー、肉切り包丁が強いおかげでここら辺のやつはスムーズに倒せますな。まあちょっと隙を突かれてる感はあるけど、でもここのアイテムってなんかそんなでもなかった気がするんだよ。てか俺ここに貧金の鎧があると思ってたんだけどな。くっそー、もういや、これは新月を食べよう。回避。あ、思い出した、そっか、なんか回復量ちょっと少なくねと思ったら、そうだ、デモンズソウルって確か回復遅くなる、なんか回復の効果なんか少なくなるんじゃなかったっけ、毒状態だと。そういえばこれだって、これさ完全回復する草だぜ、完全回復しなかったじゃん今。なんか回復しねえと思ったら、そっか、毒状態だと回復薬の効果弱まるんだっけ、デモンズソウルって。ああ、そうだったっけ、忘れてたわ。
あ、だからなんか回復遅えなってちょっと思っ、なんかずっとやきもきしてたのか。うん、ちゃんと毒が治ってからだと本当にしっかり回復するもん。ああそうだったっけ、そういえば忘れてた。うわ、この重要なことを、この重要なデバフの意味を忘れているとは。それを考慮して立ち回らなきゃいけなかったね俺は。やっちまったマジで。ちなみにここのナメクジよく見ると牙生えてるんですよこれ。ほら牙が生えてるんですよ。あんまぐちゃ、あんま俺見たくないから見ないけど。あー気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い、ボドボド怒ってくんじゃねえよお前。これでさ、なんか回復しねえのかな。ニッキリ包丁ってそういう武器でしょ。これ吸血しきれてねえのかこれ。やばい、これはやりすぎ。あ、しまった、そうだ忘れてた、そうだそうだそうだ、先にここで上行かなきゃいけないんだ。ここで、そうだこの上だ、この上に俺の好きな武器がある、好きな武器っていうか手に入れたかった武器がある。でどうやって登るんだっけこの上。いやついに半月刀切れたぞ。いやーここも引っかかるんか。そう判定が引き、そうあのね、このね引っかかるっていう判定がねすごいね厳しいんだよ、ね、それがね何より辛いんですよ。そう足場が取られることはまだ問題、まあ問題ではあるんだけど、問題なんだけど、何より辛いのが足場が取られますよっていう判定がめちゃめちゃね熱いんですよ。もうこの時点でこれちょっと足使ってるじゃん、この足、これだけでもうほら、だからまだここでローリングできるよねっていうところを結構見誤りやすいんだよね。だからローリングでしっかりヒットアンダーウェイしてしまえばこいつはそんなに怖くないはず。そして1対1をちゃんと意識すれば、そうだからこんな感じでね、えやるやん。そうこんな感じで怖くはないんですよ本来だったら、うん、ちゃんとローリングができればね、うん、だからまあこいつは地形に助けられてるだけというね、うん、いやー自分の力で勝負できなくてね地形に助けられるというね、なんと恥ずかしいやつ。とはいうものの俺もさっきあの地形を使いましたが、はい、まあでもね最初に使ったのは向こうだから、最初にねあの地の利をなんか使ってきやがったのはあいつらなんで。でこれかな、これで上に行けるんだったかな確か。よしさて来ましたよと。はい、あー気持ち悪い、ちょっと待って、俺今 目つぶりたい、目つぶりたい。これほら、ナメクジだまり。さっき俺が襲われてたちょうど下だね。はい。実はこの中に、俺の探し求めていた武器が、いや、秘宝があるんですよ。秘宝がね。攻撃してると落っこちます、こいつ。片手振りの方がいいかな。あ、OKOKOK、全部落ちた、全部落ちた。よし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 、OK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 。で、これで下に戻ると。これで戻れば、宝具が手に入ります。聖職者憧れの宝、宝具、宝剣。もう何と言っていいか分かんないけど、とにかくいいものがあるんですよ、あそこには。さあ、拝みに行きましょう。どんな感じになってるんでしょうか。あらかた片付いたかな。よし、じゃあ、抜きましょうか。じゃあ、まだよ、ナメクジ。きたー。宝剣。月明かりの体験、きたー。どうだ、あー使えねえか、あそか進行24か。きたー月明かりの体験、うわ変わんないってか、やばクリスタルのクリスタルの加護がすごいことになってる。え何これ、えこんなオーラ出てなかった、すごい何これ、え、めちゃめちゃかっこいい、何これ、えこんなオーラ出てなかったじゃん、月明かりの体験。うわマジ、なんか他のソウルシリーズのさ、なんか月光剣よりもかっこよくなってない、このオーラ、このオーラ何マジでかっこいい、えあれじゃん、ブラッドボーンのルドウィークがなんかブレードコーハ放つ前のなんか直前のあれみたいになってんじゃん。こんな感じになってるんだ、やってくれたなブループリントさん、めちゃめちゃいいリメイクですよこれ、グッジョブグッジョブ、すごい
これはなんか嬉しいんだけど、今まで手に入れた武器の中でなんかさ、懐かしいなっていう、なんかさっきいろんな武器手に入れてきたけど、なんか一番なんかいいんだけど、いい意味ですごい裏切られた俺。こんなにかっこよくなってんの？うわー、俺このちょっとこの構え方じゃなくてさ、ダクソ方式のさ、その歯の何、腹っていうの、歯の腹をさこう前面にグイッと出す持ち方してほしい。これマイガイディングムーンライトやりたいわ。ただ残念ながらちょっと進行不足で使えないと。進行24が必要と。他の能力者変わんないかな。出た、月光の騎士ビトーの名と共に知られる現存する数少ない神の掲示物の一つ。そう、神の掲示物ですよこれね。聖職者憧れの宝具、青いクリスタルの刃はただの光に過ぎず、故に盾なので防ぐことはできない。そう、これ実はこの刃の部分ただの光なんですよ。だからまあこのオーラがリメイクで追加されたのかな。だからなんかこのクリス、なんかその特殊なクリスタルを削り出して剣にしたみたいな、そういうやつじゃなくて、要は魔法の光がこの刀身を形作ってるっていう、そういう設定なんだよね。だからその光だから、あらゆる盾、あるいは盾をすり抜けていっちゃう。そう、光を盾で防ぐことはできないので、そのすり抜けていっちゃって直接相手を叩き切れるっていう、まあだから盾無視できる体験なんだよね。それで進行補正と。はい、物理攻撃力がなくて魔法攻撃だけだったはずだね。そうだね、そう、物理攻撃力がなくて純粋な魔法攻撃力のみっていう感じだね。まあここら辺はまあダクソの月光剣とかと同じかな。はい、まあとりあえずちょっと使えないので、わあちょっと使いてちょっと待って、こんな綺麗なリメイクあるんだったら俺多分もうちょっと進行振ってたぞ。ちょっと捨て振り厳しくなっちゃうからもう振れないけど、こんな素敵 なリメイクがあるんだったらな、月光剣も使いたかったな。ぜひ、てか月光剣の強化素材も集めてたわ、それだったらしっかり真面目に。はあ、ああばあちゃんごめんごめんごめん、ばあちゃん、いやー俺ばあちゃんちょっと助けてほしいんだけども、回復剤がなくてよ。ここは本当のゴミダメだよ。人だってなんだって腐れ落ちたものはみんなここに流されてきやがるばあちゃんよく無事ですね、あんた。おかげでこの子にはねこと書きませんけどね。何、この子は幸せになれないんだね。その子はどこにいんの？リメイクになったらその子がよくわかるかなと思ったんだけど、未だにわかんないわ。よし、じゃあとりあえず回復剤、まあ余裕見れたのかなこれ。あ、オッケー、余裕見れたわ。これでオッケー、大丈夫。お、暗月を落とすんだ。え、あ、暗月を落としてくれるっけ。サンキュー。マジ、あ待って、だったらさ指輪、これ天意の指輪にしとこうぜ。これ天意の指輪、これそうだ、俺ずっと剛力の指輪だったわ。そら天意の指輪つけとこうぜ。これでアイテム、回復アイテム少しでも埋まんでいこう。カメラやばい、カメラやばい、今ちょっと待って、カメラがやばい今。おいふざけんねん、何が起きてんの。カメラがやばい。あー、びっくりした、カメラに殺されるとこだった。え、なんだこれ。え、まじないしの鎧、なんだこれ。え、こんなのあったっけ、まじないし。要は呪術師ってことだよね。まあデモンズソウルに呪術の概念はないけど、怪しげな一端の術師の着衣、何かの術師の、あ、これあれじゃん、これサツキじゃん、これサツキの鎧か。あれ名前こんなだったっけ。あ、なんかこんなまじないしのどうのこうのなんていう、そんな大層な名前だったっけ。サツキの防具、あのサツキっていう、あのクソ野郎の NPC がいるんですよ。サツキっていう、ソウル傾向サイシローの嵐の祭祀場で出会える、まあクソ野郎なんですけど、そいつが着てる防具だね。こんななんか名前だったかな、なんか。あ、血まみれで死んでる、吸い尽くされたな。もううっざい、これすげえうざいんだよ。何がうざいってさ、この間さ行動不能なのよ、これめちゃめちゃうぜ。うん、いらなかったわ。はい、これのために
来ました。はい、これでスタート地点の上の方まで戻ってこれます。はい、だからまあ万が一ボス戦とかで負けちゃったりした場合は、まあこっからあのショートカット通ってこうやって最終エリアのこっち側まで来れるっていう、そういうショートカットだね。ボス行きますか。ボス行きますか。どうしようかな。まあここのボスはこれ使いましょう。せっかく手に入れた黒松屋に、これ最強の炎エンチャントアイテム、これ使っていこう。であとは飛躍をちょっと飲みまして、これでいいだろう。でこの黒松屋に効力がすごい弱いっていうかね、早いんだよ切れるのが。だからなるべくギリギリのところでつける。ここだ。ここじゃないです、ごめんなさい、間違えました。不潔な巨像、あれお前そんなだったっけ。うわく、なんかね不潔な巨像ね、あのグラがよく分かんないボスだったんだよね。どんなグラだったかっていうのがちょっと覚えてないボスなんだけど、あなんかあそんなだったっけ。でこいつ、はい、あの見て分かる通りこう虫を飛ばしてきます。虫をさっきからボン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 って打ってくるし、これ虫爆弾、そう自身をあの爆弾と見立てて虫爆弾を使ってきます。あもう切れた。やっぱ切れるの早いな黒松屋に。ただこいつはもう使っちゃっていいから、この黒松屋にここで死んでるわけにはいかないんです。ただこいつ V 破壊がね結構あるので、その V 破壊を狙いながらやっていくと確かもう裸にできたはずで、動き自体は割と緩いので、はいこんな感じで結構ゆる、ほら緩いでしょ結構で、しかもそんな硬くもないので、はいそんな硬くもないので、もう危ない、はい終わり。はい、いやーなんかエリアが明るくなったことによって不潔な巨像のなんかなんだろう、ビジュアルっていうのよく見れてよかったわ。あいつこいつ本当にリメイク前ね、どういう形してんのこいつっていうのがよくわかんない敵だったのよ本当に。これ なんだろうなんかな本当にね、そう見えてるんだけど見えない、見えてるんだけど見えない、よくわかんない、なんか認識できないやつだったのよ本当にこいつは。だから今回ねようやく見れましたわ。はい、まあ、見れたところでって話だけど、別に嬉しくもないけど。ちなみにね、ニッキリ包丁進行補正がかかってるから、あの物理じゃなくて魔法攻撃力の方を伸ばすっていうんだったら、まあ進行に振ってるタイプでもよかったかなって思ってきた今。そういえばいや月明かりの体験も使うことを見据えるんだったら筋力じゃなくて進行に振りまくって、ちょっとなんだろう、月明かりの体験に移行できるようにみたいな風にしてもよかったかもしれない。筋力技量は最低値で止めておいて、そういうビルドでもよかったかなって今思い出してきた。もうちょっと後の祭りだけど。さて個人的に一番の鬼門とみなしていた腐れ谷のに何度かクリアできました。いや1回の死亡で済んでよかった。1回の死亡で済んで本当にマジでね、なんか5、6回ぐらい死ぬかなって思ったけど1回で済んでよかったわ。うんよかったよかった、思ったより死ななかったね。あの包丁女もなんだかんだ1回死んだだけで倒せたし、はい、いやでも本当にきつかった。本当にもうなんかもう二度と行きたくないレベルだけど、でもね周回するにはまた行かなきゃいけないんですよ。はい、ただまあアイテム取る必要はないから周回するときは大体、まあそれはね気が楽ですわな、うん、ただ駆け抜けちゃえばいいだけだから。はい、というわけでまあ今回はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。ではさよなら。